カール・アレクサンダー・フォン・ド・ートリンゲンは、ロートリンゲン公、レオポルトの息子で神聖ローマ皇帝フランツ一世の弟、オーストリアで軍司令官及びネイデルラント総督を務めた。また、ドイツ騎士団総長でもあった。フランス語名は、シャルル・アレクサンドル・ドロレーヌ。日本では、カール公使と呼ばれることもある。ピエール・ゴベールによる肖像が、 1710年代、1720年代、ベルサイユ宮殿所蔵、ロートリンゲン公、レオポルトの抜子として、1712年12月12日に、ルネビルで生まれた、軍人となるべく教育を受け、兄に当たるフランツ・ステファンが、ハプスブルク家のマリア・テレジアと結婚して、ロレーヌ公国との交換で、トスカーナ大公国を獲得した後、カール・アレクサンダーは、 ハプスブルク帝国の軍人になり、オーストリア・ロシア・トルコ戦争では1737年と1738年の戦役に参戦した。オーストリア継承戦争の際には、マリア・テレジアにより、元帥に任命され、オーストリア軍の主要な指揮官の一人となった。プロイセン王フリードリヒ2世との最初の戦闘となる1742年5月17日のホッジツエの戦いでは敗北したが、 規律を保って撤退することに成功。1743年の対、フランスバイエルン戦役でも成功を収めた。1744年1月には、マリア・テレジアの妹、マリア・アンナと結婚。同年に妻と共同で、オーストリアルをネーデルラント総督に任命された。しかし、マリア,アンナは、同年12月16日に、ブリュッセルで出産中に亡くなった。 七百四十四年の戦役では、オーストリア軍を率いてラインガーとかに成功。そのまま、ロレーヌ公国に侵攻したが、フリードリヒ二世がボヘミアに侵攻したためロレーヌからの撤退を余儀なくされた。そのままボヘミアに急行したカール・アレクサンダーは、老将オットー・フェルディナンド・フォン・トラウンの助言もあり、プロイセン軍をボヘミアから追い出したが、翌年のシュレージエン戦役では、トラウンからの助言がなく、 ホーエンフリートベルクの戦いとゾアの戦いで、プロイセン軍に大敗1746年のネーデルラント戦役でもロクールの戦いで、フランスの将軍モーリス・ド・サックスに敗れている。オーストリア継承戦争の終戦後は、オーストリア領ネーデルラントの統治に関わり、多くの改革を勢力的に行ったことで大衆の人気を勝ち取った。 1756年に7年戦争が勃発すると、オーストリア軍が初戦に敗れたため、マリア・テレジアはカール・アレクサンダーを呼び戻したが、カール・アレクサンダーは1757年のプラハの戦いで再び、プロイセン軍に敗北、プラハ城内に封鎖された。その後、プロイセン軍がコリンの戦いで敗れて、プラハの包囲が解かれた。カール・アレクサンダーは、 同年11月のブレスラウの戦いで、プロイセン軍に勝利したが、フリードリヒ2世は、直後のロスバッハの戦いで、フランス軍を敗走させ、さらに12月5日のロイテンの戦いで、カール・アレクサンダーに干渉した。以降カール・アレクサンダーは指揮官の座を降り、1年ほど、ウィーンで軍事顧問を務めた後ブルッセルに戻り、オーストリア領ネーデルラントの統治に専念した。また、 指揮官退任と共に、マリアテレジア軍事勲章大十字章を授与された。軍務引退以降も、ネーテルラントでの人気が高く、1775年には、ブラバント議会がブリュッセルで、カール・アレクサンナーの彫像を建てた。1780年7月4日に、テルビューン城で死去、先祖と同じく、ナンシーで埋葬された。ありがとうございます。